熊ラボチャンネルの主、マスターくまです。今回紹介するルアーはこれ、ガンクラフトのバクラ250になります。はい、ガンクラフトのこれはシステムフランクになるのかな、の250になります。でこれはですね、ちょっと特殊な形状をしてまして、今からちょっとそこら辺をね説明していこうかとは思ってます。でまずね、ガンクラフトさんっていうのはね、皆さんもご存知の通り、ビッグベイトのね、有名なメーカーさんになりますので、他にもね、当然クランクとかミノーも作ってるんですけど、結構ね独特な形のねルアーが多いんですよ。でこのバクラもね、ご多分に漏れずね、ちょっと独特な形をしてますけども、まずそれをね、今からね説明していこうかとは思ってます。でこれはですね、まず飛ぶ、それこれこれ飛距離のことですね、投げた、それから潜る、それから避ける、これは障害物回避のことですけど、をコンセプトに、作られています。で最大の特徴は何かっていうと、はい、今横になったんで、分かるかとは思いますけど、ボディとねリップを上をちょっと隙間を開けてるんですね。でそこの強度に関しての補充としてワイヤーを、上下2本入れてるんですけど、これがですね、ちょっとこのルアーのルアこのルアーたるゆえんの部分なんですね。で、まずこれ4タイプあるんですよ、ルアーが。で SR、 それから150、それから今回ってる250、それから400と、以上の4タイプがあるんですけど、まずこれなぜリップとボディの間に隙間を開けてるかっていうと、これまず投げてる時の空気抵抗を減らしたい、この隙間から空気を抜きたい、それから潜る時に、リップとボディに当然水を受けて、ルアーっていうのは潜るんですけど、その際に余計な水流をこのリップとボディの隙間から逃がしたい。で今度はこの隙間ですね、ここから水を逃げるってことは今お話したかと思いますけど、これ例えば、ボトムにコンタクトした場合に、その際の水受けに関してもこのリップとボディの隙間から水を逃がして姿勢を保つという独特の回避方法を採用してるわけなんですね。でこういう形のね、ちょっとした工夫のルアーっていうのは非常にね面白くて、これ実際はどうなのかっていうのはちょっと私ね、あまりこのルアー使ったことがないんで、ちょっとまだねこれいただいたばかりなんでないんで、あれなんですけど、水を逃がすっていう考え方ですね、これすごいと思うんですよ。通常ですね、何回もねこのルアーで話した通り、ルアーの動きっていうのは、ボディ形状、それから浮力、それからリップ、まあこういう3つのね要素によって決まるっていう話はね、よくしてるんですけど、ここから水を逃がすことによって、起きる不規則な動きをね制御してこのルアーを作ってるってことなんで、すごいいいコンセプトだし、さすがガンクラフトさんだなとは思います。で、肝心なね強度ですね、このワイヤーにしてる強度なんですけど、これ触った感じね、強度的には問題ないと思います。ただなんていうのかな、もちろんね普通のリップが破損するような衝撃を加えればいっちゃうと思うんですけど、考えてるようなね、みんなが心配してるような強度不足っていうのはこのワイヤーの太さと触った感じから言ってなさそうです。ですんでね、こういうね新しいコンセプトを試すっていうのは非常にいいことだと思います。既存のコンセプトだけではね、再現できないルアーっていうのももちろん動きっていうのもあるわけですし、一番大事なのはね、ルアーっていうのは
売らないとお金にならないですね。これ切実な問題ですね。こんなルバー会社としてって言う言葉じゃないかもしれないですけど、人の目をまず作ってのもこれ大事なことですし、それもメーカー戦略の一つですんでね、売れなければいいルアーも作れないし、次のルアーも作れないということでね、こういう人目につくルアーっていうのはありなんじゃないかと私は思ってます。気になった方はね、これはもう当然まだ新品で売ってますし、中古でもねある程度出てると思いますんでね、良ければね、購入して使ってみてはいかがでしょう。きっとね新しい動きで、ね、あなたの新しい武器になることは間違いないかとは思いますので、一度ね、確認してみてはどうでしょうか。ではね、今回はここまでにしたいと思います。次回何を紹介するかは次回の動画でお楽しみください。では今回はここまで。